アロハー、ゲートチェイコです。私は、カハラオーガニックという、化粧品ブランドをやっておりまして、この度、東日本大震災の、復興チャリティーのコンサートの、スポンサーをさせていただきます。私2012年に、グリーンスパハワイというスパをまず最初にオープンしたのがきっかけなんですけれども、それもやっぱり震災があった後にやっぱり私は何かこうビジネスを人の役に立つようなビジネスをしたいなと思ったのがきっかけで始めたんです。で、もともと長い間美容の業界でずっと仕事をしてましたので、健康でそれで病気にならないこう美容法っていうのを提案できたらいいなと思って、始めたのがきっかけなんです。で、震災でやっぱりがんになってしまっている子どもたちとか、そういった意味、自分自身もがんになった経験もあるので、それを生かして何かこうがんにならない美容っていうのを提案したいと思って、このカハラオーガニックっていうブランドを作ったのがきっかけなんです。このカハラオーガニックっていうブランドを、作ったきっかけでもあるんですけれども、やっぱり皆さんに役に立つような仕事をしたいっていうのがあって、でまたハワイブランドっていうことで、やっぱり私たちローカルに貢献するというか、社会貢献、地域貢献と社会貢献というのを目指した企業にしたいなと思っているので、なのでこういったチャリティー活動っていうのは積極的に参加させていただいて、それでこう皆さんに、お役に立てるようなことをお手伝いしていきながら、こうビジネスを広げていきたいなと思ったのがきっかけなんです。皆さん参加してみてください。